皆様、おはようございます。ご指名をいただきましたので、市民派連合を代表して質問をいたします。熊の目撃出没情報が相次いでいる中、連日熊対策に追われている森林課をはじめ関係各課の職員の皆さん、また現場で対応をしていただいております猟友会の皆様の大変なご苦労に、この場をお借りして改めて感謝を申し上げます。先日、私の知人2人が相次いで熊に襲われました。あっという間の出来事で、どうすることもできず命があったことが不思議なくらいだと、その時の恐怖を語っておりました。猟友会員のお話ですと、捕獲した熊の胃の中は山うどと檻に仕掛けたリンゴだけで痩せていたとのことであります。山の恵みが少ない中で、猿、ニホンジカ、イノシシが増え、熊の餌が不足しているのが山の現状ではないかと思います。これから夏野菜の収穫期を迎えます。餌を求めて熊の出没がさらに増えてくるものと思います。市民の皆さんへの一層の注意喚起をしていただくことをお願いし、質問に入ります。まず、産業振興と就業環境の創出についてであります。第5次総合計画の中で、基本戦略 B において、住みよい持続可能な地域の創造の中で、産業振興と就業環境の創出をプロジェクトとして重点化することとし、主な取り組みとして、本市の製造業の強みを生かした事業展開を支援するため、塩尻市工業振興プランを推進し、産学及び企業間連携、助成金の活用等による支援を行い、塩尻インキュベーションプラザを核とした次世代産業の育成支援を図っていくとしております。また、小口市長は昨年12月の定例会で、私の質問への答弁の中で、地域経済を牽引する製造業は裾野が広く、雇用を生み出している大手事業所をはじめ、独自の優れた技術力を有する企業、ICT 関連企業などが集積している本市の強みをさらに磨き、伸ばしていくために、塩尻インキュベーションプラザ等を拠点に産業支援を継続していきたいとしております。企業誘致の推進につきましては、本市に立地を希望する企業の引き合いは、ここ数年、毎年実験程度で推移しているとのことでありますが、市内の産業団地には空きがなく、早急に産業団地を整備していく必要があると思います。そこで次の点についてお伺いをいたします。平成19年1月から運営が始まりました、塩尻インキュベーションプラザの実績と成果について、また、入居企業の市内への立地状況を含めお聞かせをいただきたいと思います。また、次世代産業の育成、支援についての考え方、また地域再生計画の施策の中で、信州 F パワープロジェクトと連携した地域ビジネスの創出とありますが、具体的にはどういったことに取り組もうとしているのか、お聞かせをいただきたいと思います。次に、産業団地の確保に向けて、調査委託料100万円が予算化されておりますが、本年度、どの程度取り組んでいくのか、お聞かせをいただきたいと思います。次に、塩尻市農業公社についてであります。平成27年度の塩尻市農業公社の事業計画によりますと、農業支援事業、耕作放棄地解消事業、農産物加工販売事業、農産物流通コーディネート事業等12の事業が計画され、重点目標として耕作放棄地の解消及び未然防止のため、機械化一貫体系による大豆の栽培支援、あやみどりのブランド化の推進、大豆加工製品の開発研究、野菜の域内流通の推進等に取り組むとしております。増加する一方の耕作放棄地、農業者の高齢化、後継者不足が深刻化する中で、本市の農業施策全般にわたり、農業公社が果たす役割は非常に大きなものになってきております。
そこで次の点についてお伺いをいたします。農業公社の職員体制と事業実績について、体制の充実と事業の拡大について今後の対応をお聞かせいただきたいと思います。次に教育再生についてであります。学校とは学ぶ場所である、楽しい授業、分かる授業が日常的に展開されるよう努力してきた私の思いは、学級頼りで子どもたち、保護者に発信し続けた。保護者から学校での子どもたちの様子が目に浮かぶ、仕事を終え家に帰って学級頼りを楽しみにしている父がいると励まされた。子どもたちの後ろに保護者がいて支えてくれていた。総合的な学習の時間に中核的活動として花作りを行った。体を使い全員が関わり合って1000本を超える苗をご近所や全校に配布した。ありがとうの言葉が子どもたちの心を豊かにしていった。卒業文集を読み返すと、修学旅行や臨海学習の思い出より花作りに関わる内容が多かった。嬉しかった。これは塩尻市教育課程編成研究委員会のある先生の文章の抜粋であります。所得格差が広がり、子どもの貧困が増える中で、すべての子どもが個性や特性に応じて必要な教育を受けられる環境の整備が求められております。そこで次の点についてお伺いをいたします。放課後等の学習支援について、どのような取り組みをされているのかお聞かせをいただきたいと思います。次の学校運営体制の充実につきましては、先日の村田議員への答弁で内容については分かりましたので、1回目の答弁は割愛していただいて結構です。次に空き家の適正管理の推進についてであります。去る5月26日に全面施行された空き家対策特別措置法は、市区町村が治安や防災上の問題が懸念される空き家の所有者に対し、撤去や修繕を勧告・命令できると規定し、命令違反には50万円以下の過料を課し、強制撤去も可能としております。また勧告を受けた物件は固定資産税の優遇が受けられず、税額が最大で6倍になるなど、自治体の権限が法的に位置づけられました。本市におきましては、塩尻市空き家等の適正管理に関する条例を本年4月から施行し、空き家の解消に取り組んでおりますが、高齢化や人口減少等で対策を進める以上に空き家が増えているのが現状ではないでしょうか。市内における空き家の状況と所有者の特定、特定空き家の認定等、今後の対応についてお聞かせをいただきたいと思います。次に地域福祉についてであります。まず老人福祉センターについてであります。市内4カ所の老人福祉センターは、65歳以上の高齢者の憩いの場、生きがいづくりの場、健康保持増進の場として運営開始以来、多くの市民に利用され、ボランティアの皆さんはじめ地域の皆さんとの交流の場として果たしてきた役割は非常に大きなものがあると思います。ところが本年1月29日の福祉教育委員会の協議会において、当時の小池福祉事業部長から、将来的には老人福祉センターは廃止していく、理由として菅野の里は対応年数で、田川の里は地盤の関係で難しく、廃止か法人が買い受けてくれたら譲渡していく、県内でも塩尻は老人福祉センターに力を入れてきたが、これから10年すると負担が大きくなるので、統廃合を今から考えていかなくてはならない、老人福祉センターの機能はふれあいセンターに引き継いでいきたいとの方針が示されました。高齢者が気軽に使える施設をなくしていくことに矛盾を感じておりますが、市の考え方をお聞かせいただきたいと思います。次に認知症対策についてであります。尊厳をもって最後まで自分らしくありたい、これは誰もが望むところでありますが、この願いを阻み深刻な問題となっているのが認知症であります。今や老後最大の不安となり、
超高齢化社会を迎える日本にとって最重要課題の一つであります。認知症は誰にも起こりうる脳の病気によるもので、10年後には高齢者の5人に1人が認知症になるとの予測もされております。認知症は症状を自覚しにくく、悪化後に受診する人が多いと言われておりますが、発症初期に適切なサポートを受ければ症状を抑えることが可能とのことであります。本市では認知症総合支援事業として、認知症サポーター養成講座、安らぎ支援員の派遣、認知症カフェの補助金交付等を実施しております。そこで次の点についてお伺いをいたします。認知症の人とその家族を地域で支えていく環境を整えていくことが必要であると思いますが、どのように取り組んでおられますか。また認知症の予防についてもどのような取り組みをされているのか、お聞かせをいただきたいと思います。次に都市計画の区域区分についてであります。都市計画法に基づく市街化区域、市街化調整区域の区域区分の決定は昭和46年5月17日に決定告示され、その後6回の見直しがされ、現在都市計画区域9713ヘクタールのうち、市街化区域944ヘクタール、市街化調整区域8769ヘクタールとなっております。また、都市計画区域外は、北尾の瀬場、相賀の牧野、本山、秀潮、そして奈良川地区で1万9305ヘクタールであります。当時の広報塩尻の都市計画特集号では、市街化区域は開発を進める区域で、調整区域は開発を抑制する区域であるが、調整区域でも永久に固定化するものではなく、5年ごとに実態調査をして再検討する。今度の区域決定の特徴は、塩尻市だけの都市計画を考えて決められたものではなく、松本市、当時の本郷村、豊砂町と広域的な都市計画の中で決められたものであると書かれております。調整区域は農業施策上、農地の保護や農業への公共投資は積極的に行われるが、用途地域は定めず、市街化を促進するような道路などの都市計画施設も原則として決めず、市街化開発事業もできないこととなっております。また、土地の利用を制限するために、開発許可制度が設けられ、調整区域は原則として開発行為ができないことになったとしております。今から44年前に決定された市街化調整区域に暮らす住民の皆さんは、農地を所有していても、自分の子供や孫の家を建てることさえ規制されております。東京への一極集中、地方の急激な人口減少、超高齢化社会の到来など、時代が大きく変わっていく今日、市街化調整区域の必要性を改めて議論する時期に来ていると思います。そこで次の点についてお伺いをいたします。都市計画の区域区分を決めたのは、県下では当時17市中、長野市、松本市、須坂市、塩尻市の4市だけであります。他の市の都市計画はどのようになっているのか、分かる範囲でお示しをいただきたいと思います。市街化調整区域は、そこに暮らす住民の皆さんにとってどんなメリットがあるのか、また広域的な都市計画の中で決められたこととのことでありますが、豊砂が外れた今、全体的な見直しが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。調整区域内においても農業離れが進み、耕作放棄地や荒廃農地が増加している現状をどのように捉えておられますか。またこのままでは調整区域は人口減少と高齢化が進み、過疎化にさらに拍車がかかると思いますが、対策は考えておられますか。以上の点についてお聞かせをいただきたいと思います。
次に土砂災害防止対策についてであります。今年も梅雨の季節になりました。昨年の7月には南木曽町で台風の影響による土石流で多大な被害が、また8月には広島市で集中豪雨による大規模な土石流が発生し、家屋の流出や多くの犠牲者が出る未曽有の大惨事がありました。改めて異常気象が引き起こす自然災害の脅威を認識したところであります。本市におきましても、平成18年7月の集中豪雨により奈良川地区、上小祖父、北尾の地区等各所において多大な被害が発生しております。自然災害の発生を止めることはできません。しかし災害発生時の状況に応じて住民が適切な対応を取れるよう、行政が平時から注意を喚起するとともに、事前に危険箇所を正確に把握し、災害に強いまちづくりを進めていくことが防災・減災につながっていくと思います。そこで次の点についてお伺いをいたします。土砂災害防止に大きな力を発揮する砂防堰堤の市内における整備の状況と災害防止対策への取り組み、また災害情報・避難情報の周知について、ハザードマップの活用と土砂災害防災訓練についてどのような取り組みをされているか、お聞かせをいただきたいと思います。これで1回目の質問を終わります。